歌舞伎俳優の市川團十郎さんが2024年3月22日長男勸玄君の11歳誕生日を祝福し、生まれた日のことを振り返りました。21日に更新したブログで、私たちは誕生日の良いですと、勸玄君が寝ている間にパーティーの準備をする写真を投稿した團十郎さん。22日には風船をフォートナイトにと、人気オンラインゲームをテーマに装飾した部屋を公開されました。同じ日の投稿で、今日は勸玄の生まれた日、あの日は桜が満開で、いまだにあの日のことを覚えています。なかなかママのお腹から出てきてくれなかったから大変だったんだよと、亡き妻小林麻央さんが出産した時のことを回想されています。この投稿にファンからは、勸玄君お誕生日おめでとうございます、麻央さんのお腹の中で心地よく寝ていたのかな、桜が満開の日に生まれたカンカン素敵ですね、ルイカちゃんの小学部卒業式、勸玄君の11歳の誕生日おめでとうが満開です、など祝福するコメントが多く寄せられていました。勸玄君、11歳の誕生日おめでとうございます。團十郎さん、勸玄君が寝ている間にお祝いの用意をされたのですね。朝の勸玄君のよろびきの顔が目に浮かびます。本当におめでとうございます。ここまでご視聴いただきまして本当にありがとうございます。